香川県で今シーズン8例目となる鳥インフルエンザが今日、三豊市の養鶏場で確認され、県はおよそ7万7千羽を殺処分する方針です。今月15日に発生した5例目の養鶏場から数百メートル離れた三豊市の養鶏場で昨日、死んだ鶏が増加し、検査の結果、病原性の高い鳥インフルエンザの疑いがあることが分かりました。県内での発生は今シーズン8例目で、三豊市では1例目を中心に半径3キロ以内で7例相次いでいます。県は同じ三豊市内の6例目と7例目の養鶏場でおよそ85万羽の殺処分を進めていて、今回の養鶏場のおよそ7万7000羽の殺処分も早期に始めたいとしています。続き極めて厳しい事態が続いている、誠に重く受け止めております。県民生活に影響が及ばないよう準備と整え次第、できる限り防疫措置を迅速に実施してまいりたい。また県は新たな発生を防ぐため、消毒用の石灰を県内すべての養鶏場に配布することを決めました。